これか？なんだ？え？何か変わったのかな？あー、なるほど、なるほど、なるほど。なるほど。めっちゃ時間かかったんだけど、なんのこっちゃわかんなくて。これ、これでしょ、これでしょ、これでしょ。これが回ってたんでしょ。びっくりした、俺なんか入れるのかなって思ったんだけど。あれ、これもしかして。探索はするもんですね。キーホルダー。タケルのものだと思う。ここが物置部屋ですよね。ここにあるってことか、じゃあ、扉が。何かないのかな。あー、はい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 。またですね。またですね。わかりました。じゃあさっきと同じ作戦でいきますか。まずは左を揃えちゃって、その後に、上も揃えちゃってこれいいのかな？揃えて、下揃えて、こうして、ここ入れ替えるだけなんだよな。これでいいのか？オッケーオッケー。やっぱ楽ですね。一列揃えちゃうと。さあ、何があるんです？ここと繋がってるのか？さよこ？ついにこの日が来たよ。これで僕たちは永遠に。さよこ？そんな。なぜ？こんな僕はただ一緒にいたかっただけなのに、それだけなのに。僕は。そこで終わってる？終わっちゃう感じ？まだ何か続きがありそうですよね。とりあえず光ってるところ行きますか？聖書。ここで死んだ人間は呪いを解いただけじゃ救われないのか？じゃあ、カケルたちは。でも、俺がこの通りにやれば解放されるはず。だったら、とりあえず、聖水となるものを探すんだよね。やるしかない。少しでも可能性があるなら。一緒にこの屋敷から出るんだ。聖なる水。確かそれっぽい記述をどこかね。見たよね。それさえ手に入れば、こっちのものみたいな。そんな感じだよね、きっと。ん？なんだなんだなんだ。とても強い月の光が差し込んでいる。そういうことか。置く必要がある？じゃあどうすんだろう。あれ？かけるくんだよね、今の。かける？あれ？
いないか。出ちゃっていいのかな。何かありそうですね。許してくれないよな。出てきただけで特にって感じなのかな。寄ってみてもいいかもしれないな。ナイフが白く輝いている。白十字のナイフを入手した。これで？もしかしたら、開かなかったところあったじゃないですか。ちょっと物は試しだと思うので、やってみますか。なんかあった。手元に置いた。お守りじゃないけどさ。これ、見つける約束だったもんな。俺頑張るから今度こそ一緒に。守りがあるじゃないけど、あとは一緒に出られればいいんだけどな。タケル君が今映ってましたね。で、あれですよね、金庫のところですよね。これ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 。オッケー。あ、本当に開いた。手紙？手紙？なんだろう。聖水と古い手紙。かすかな希望をこれに託す。私はこの御影家に仕えるもの。なぜか外に出られず、今、屋敷は凄惨な状況に陥っている。私は覚悟を決め、この惨劇を止めるべく動くつもりだ。そのため、動けぬ主を地下にかくまい守ることにした。だが、最悪な場合、私はこの世にいないだろう。だから誰でもいい。私の代わりに地下にいる主を救ってほしい。地下にいるの？地下の鍵は私が持っているが、助からないと悟った場合は、鍵を彼女から隠すつもりだ。無理を言ってるのはわかる。だが、この屋敷の異常な空気に私も押しつぶされそうなんだ。唯一の希望である孫娘のヨシコは助かっただろうか。彼女の安否が気がかりだ。しかしなぜ？なぜこんなむごいことをするのだ？梢。梢さん？マジ？だいぶやばいやつじゃない？これ。れはダメだ、捕まったら。ただ、あれだよね。そうだよね、そういうところに行った方がいいんだよね。うわ、マジか、逃げるやつでちょっと怖いんだけど。こっちの方にあったよな、一個。とりあえず。覚えてるところから。こっちじゃない、こっち。慌てすぎだよ。またなんかあるぞ。続きか、さっきの。さやこがいない今、儀式の意味なんか、僕は何をしてたんだろうな。神に背いてでも共にいたかった彼女を最終的に追い詰めたのは僕の行いだ。罰が当たったんだろう。旦那様？もう終わりだ、もう。終わってません。私がいます。梢さん？私はこれからも旦那様のおそばにいます。どんな時だって私がずっと、だから。梢にはこんな僕の愚行に付き合ってもらって悪いとは思っている。すべては僕の責任だ。君だけは普通の生活が送れるよう何としても計らう。それは誓うよ。でも僕は小夜子しか、
本当にすまない。梢さんのことあまり見てもらえなかったんだね、きっと。私だって旦那様を支えてきたのに、辛い時ずっとおそばにいたのに、どうして少しも私を見てくれないの？そんなに奥様が。奥様はいない。それでも旦那様はきっと私を見てくれない。一生奥様しか愛せないのなら、私が奥様のようになれば、奥様になれば、愛してくれるかしら。梢を愛してくれなくていい。ずっと旦那様のそばにいられるのなら何でもいい。ずっと一緒にいられるなら、あなたに見つめられるなら。さやこさんになるってこと？梢さんが。怖いんだけど。緑の日記だ。そうだよね。さやこさんが日記帳はっていう風に言ってたもんね。読んじゃったんだ。これだよな。ん？なんだろう？これ。ハンドル？ハンドル？なんの？やるべきことは、そうですね。これですよね。これで大丈夫かな？セーブしとくか、さすがに。さすがにセーブしとくか。よし。次のとこ行こう。うわ、マジで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 、マジ。こっちじゃない。え、嘘。え、マジで。いけないんだけど。え、なに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 。あー、なるほど、なるほど、なるほど、そういうことですね、そういうことですね。え？は？待って。え、待って。ヒントあった？ヒントあった？ちょっと待って。ヒントありました、これ。え？右に何回？あ、下に書いてあるね、これ。これは右4、左2でいいの？めっちゃギデるんですけど、ちょっとめっちゃギデるんですけど、なんか違うみたいなんだけど、ちょっと。これさ、冷静に考えたら、書いてあるじゃないですか？あれ？あれ？ちょっと待って。ああ、はい。わかりました。下クロスしてましたね。はい、こういうことですね。よかったー。で、これも気になるんだけど、これは関係ないのかな？とりあえず今はいいよね。てか、やばいよね。なんか、来てたしね。こっちじゃない。あ、間違えたやつ、これ。もしかして。あ、大丈夫だよね。上にもあったから、上行っちゃおう。上にもあったからっていうか、上だったよね。あんまりこの辺覚えてないんだけど。この中のどれかの部屋だったはず。あった。よし。オッケーだよね。で、とりあえず、見よう。白の日記。記憶が欠如して不安ならこれからはこれに書き留めればいい。読んでる間なんか近づいてきてたりしないよね。読み終わって左向いたらわーみたいな展開ないよね。怖いんだけど。相当これまずいところまで
言ってませんか？あとは地下へ。そうだね、地下だよね。あとはするか、するか。さすがに。よし、行きますか。うわー、マジ？こっち？こっちだよね、地下だよね。地下に行けばいいんだもんね。え？何？びっくりした。猛ダッシュしてたらなんか、ごっつんこしたんだけど。旦那様？奥様？誰か？さっきのとは違うよね。よしこどうしたのだ？おそらくよしこさんだよね。今ぶつかったのは俺が。俺っていうかみちるくんが。発見したんだね。これは、なぜ、さやこ様がここに？実家に帰省されていると？二人とも死んでしまったの？さやこ様はもう、ん？あきひと様は大丈夫だ。怪我はしているが、気を失ってるだけだ。え、何の音？小杖さんが動き回ってるってこと？いいかい？よくお聞き？お前はまず外に出て助けを求めなさい。どこかにかくまう。そんなことしたらあなたが危ないのでは。私たちのことなら案ずるな。お前は私の孫だろう。自分のできることを全うしなさい。なんとかできないものか。なぜこんなことに。あら、奥様のポケットに何か。そんな、奥様。何が起こるかわからない。今はここに、これはちゃんと旦那様に渡さないと。何かを見つけた？今のは？多分今は終われるっていうのはないんだろうね。ちょっと行ってみます？行けないのかな？先を急ごうって出ちゃうな。行けないのかな？行けないっぽいですね、これ多分。お次は。地下への道は閉ざした。これで見つかることはないわ。どこにいるの？これで私たちずっと一緒にいられるのよ。マジで？そういう感じ？そういうこと？これが、ってことなんだよね、きっと。うん。うわ、来てる！来てるんだけど、来てるんだけど、ちょっと。もう、マジかー、引っかかったー。なるほどねー。
セーブエリアに目がくらみましたね。やられたな、これは。